容量もよく見ていないと、10分間、10分を過ぎるということはまずないんですが、容量が100メガなので、すぐ100メガになってしまうので、よく見ていないといけないかなと思います。画像のスクロールの方はまだいいんですが、文字だけのスクロールだとあっという間に容量を使ってしまうので、よく見ていないといけないかなと思っています。まあ、こんな感じですね。今1秒間に300キロバイト前後の容量しか使わないので、まあ結構あんまり使ってないなと思ってますが、入れ歯ですね、なかなかうまく使わないというふうにやっています。手でつけてるんですが、3枚目というふうにやっとくと、あとで投稿欄、この間隔を空けるときに文字列にリターンをして空欄を開業するんですが、そのときこの2枚目、3枚目とかいうふうに書いておくと、プレビューで見るとき、まあ、主に Google ストームで見るとき、Google ストームだったのかな、Google Chrome で見るときに役に立つのです。Google Chrome だと、メンバービジョンで画像を貼り付けたとしても、画像が出ないで文字列だけが出てくるのです。で、プレビューをやれば画像は出てくるんですが、その時楽になるので、5枚目というふうに、いろいろ画像を載せてみました。こういうような感じですね。これはバッファローの無線を受ける機器と USB 端子というやつですね。これはいつになってんのか、18日ですね、ほんと遠いですね。1秒間に2メガバイトぐらいになってきましたね。ここで一回切ろうと思います。